ウンベルトルイジデモルプルコ男爵はイタリアの男子テニス選手。主に1920年代にかけてイタリアにおける競技テニスの先駆者として活動した人である。1924年パリオリンピック男子シングルス銅メダリスト、1925年ウィンブルドン選手権混合ダブルス準優勝。旧オーストリア領のトリエステに生まれ、イタリアの貴族として バロンの称号を持っていた。彼の名前はテニス文献でもベトの表記揺れが多い。オーストリア系ユダヤ人としてトリエステに生まれたモルプルコは第一次世界大戦中ドイツ空軍に勤務した。終戦後トリエステがイタリア領になり、彼はイタリアの貴族としてバロンの称号を持つようになる。イタリアがデビスカップに初参加したのは1922年で、 あるが、モルプルコは、翌1923年からデビスカップイタリア、代表に選ばれた。1924年パリ五輪で、モルプルコは、男子シングルスの銅メダルを獲得した。準々決勝で、日本代表の原田竹一を6の4、6から1、6から1のストレートで圧倒した後、続く、準決勝で、ヴィンセント・リチャーズに3から6、6から3、1から6、 4から6で敗れ、同メダル決定戦で、ジャンボロトラ1から6、6から1、8から6、4から6、7から5で競り勝ち、イタリア人選手として初めてオリンピックのテニス競技のメダルを獲得した。このパリ五輪で原田との対戦があったことから、彼は日本でもよく知られた選手になる。1925年ウィンブルドン選手権では、混合ダブルスで、 エリザベス・ライアンと組決勝進出、イタリア人選手初の4大大会決勝進出者になった。ジャンボロトラ、スザンヌランラン組に3から6、3から6で敗れて、準優勝者になった。4大大会の男子シングルスでは、1928年ウィンブルドン選手権と1929年、全仏選手権のベスト8を経て、1930年、全仏選手権で、 イタリア人選手初のベスト4に入った。第4シードのモルプルゴは、準決勝で、第1シードのアンリ・コシェニ5から7、1から6、2から6のストレートで敗れ、決勝進出を逃した。彼の全仏4競技りから2年後、ジョルジオ・デ・ステファーニが1932年、全仏選手権の準優勝者になった。モルプルゴは1923年から1933年まで。 デビスカップイタリア代表を務め、通算成績55勝24敗の成績を残した。彼が大選手であった間、イタリア代表は1928年と1930年の二度インターゾーン、決勝に進んだ。彼は1928年からイタリア代表で選手と監督を兼任し、1929年にベニート・ムッソリーヌから、 イタリアテニス協会の会長に指名された。晩年はスイスに住み、1961年2月26日にジュネーブにて65歳で死去した。1993年に国際ユダヤ人スポーツ伝道入りしている。ありがとうございます。